パワーブック5300シリーズは、Apple コンピューターがデザインし、1995年8月から販売していた、パワー PC を搭載した第一世代のパワーブックのノートパソコンである。パワーブック5300シリーズは、MO ドライブや ZIP ドライブなどの様々なユニット用のホットスワップ可能な拡張モジュール、標準の PC カードスロットと赤外線、通信ポートを最初に搭載した。 パワーブックである。以前のほとんどの携帯型マッキントッシュと同じく、スカジー、シリアル、ADB ポートが内蔵されている。内部拡張スロットは、イーサネットなどの様々なモジュールを搭載可能で、ビデオカードを載せた場合はミラーリングモード、またはデュアルスクリーンモードで2台目のモニターを駆動することができる。以前の携帯型マックに比べて大幅な進歩が、 あったが、パワーブック5300は、多くの設計上の欠陥と製造上の問題に悩まされ、史上最悪のアップル製品の一つとして挙げられる。他の問題の中でも、バッテリー火災で評判が悪くなった、最初のラップトップの一つであり、CD-ROM ドライブを内蔵できない、ホットスワップ可能なドライブイを備えている。5300シリーズには、 同エンドのグレースケール5300から高解像度の TFT 搭載5300世までの4つのモデルがある。パワーブック5300シリーズは1993年から1994年にかけてコードネーム M2 としてデザインされた。以前のパワーブック500シリーズと比較し5300は可能な限り小型になる。 要明示的に設計されており、よりコンパクトで曲面の多い設計が特徴である。以前のパワーブックで一般的な回転ドッカースタイルの足の代わりにポップアウト足が使用され、プラスチックケーシングには濃いグレーが使用された。パワーブック190は同じ筐体デザインを使用し、多くの機能と内部コンポーネントを共有していたが、 旧型の遅い MC68LC040 を使用した。これはロジックボード交換サービスで PPC プロセッサにアップグレードできた。様々な理由からパワーブック5300シリーズは期待を裏切る製品とみなされた。ケースのひび割れやロジックボード上の電源コネクタ不良、バッテリーの加熱の問題により複数回のリワークプログラムや リペアエクステンションプログラムを行わざるを得なくなった。上、一部のユーザーは、マシンの仕様とそのパフォーマンスの低さに失望した。初期出荷モデルは、ヒンジの問題が発生する。ヒンジカバー根元部分のひび割れ、および内部リボンケーブルの摩耗、断線により、ディスプレイに垂直線が表示されたり、場合によっては、完全に映らなくなる。この問題は、以前のパワーブックモデル、 特にパワーブック500シリーズにも存在していた。パワーブック5300シリーズに組み込まれているパワー PC603E プロセッサは当時は比較的高速と見られていたが、これらのマシンにはレベルにキャッシュがないため、実際のパフォーマンスは CPU 周波数が示唆するよりもはるかに低かった。利用可能な拡張米のオプションは多岐にわたったが、筐体サイズと形状が原因で、 CD-ROM ドライブを搭載することができない。Apple はプロトタイプの8センチ CD 用 CD-ROM モジュールを作ったが正式リリースはされなかった。代わりに5300シリーズには3.5インチモジュールの計画が進んだ。最初は3.5インチの光磁気ドライブが登場したがフルサイズの CD-ROM ドライブ用のスペースを備えた大型バージョンのパワーブックを1 二年後にリリースする計画があった。初期生産のパワーブック5300のうち二台が発火事故を起こした。一台はアップルの従業員の自宅で、もう一台は工場で発生した。原因はソニー製のリチウムイオン充電池が充電中に加熱していたことであった。アップルは販売された5300シリーズをリコールし、 これら及びその後5300のバッテリー全数を容量が約80%で寿命が約70%しかなく 50g 重いパナソニック製ニッケル水素充電池に交換した。当時のメディアはパワーブック5300シリーズの様々な問題をアップル衰退の兆候の一つとみなした。アップルの次のハイエンドポータブル製品は1997年2月に 発表されたパワーブック3400シリーズは5300と似ているが大型のホームファクタを使って同じホットスワップ可能な拡張モジュールの多くを利用できるようにした。ただし3400シリーズは内部が大幅に異なりドマ及び PCI アーキテクチャである。1997年11月にリリースされた初のパワーブック G3 では 基本的な PowerBook 3400ホームファクターを保持しながらも PowerPC G3 プロセッサを中心に構築され内部的にさらに高性能なものである。Apple は1998年3月に Wall Street PowerBook G3 がリリースされるまでホームファクターを刷新したポータブル製品を発表しなかった。PowerBook 5300シリーズはライアーライアー。 フリーウィリーさん、ホームアローンさん、セイント、ボルケーノ、ベストフレンズウェディング、ジングルオールザウェイ、ミノシロキン、独立記念日など、1990年代のいくつかの映画の中で使われている。パワーブック190、デュオ2300、5300では、エスケープキーを押しながら、再起動し、マウスカーソルだけが表示された時に、M、A、 おを順に押すと隠しクレジットが出現する。ありがとうございます。